カップも、これペンギンさん、クミ、ペンギン、これはクマね。これも私が一番好きなのはやっぱりカエル作品が好きだから、カエルさん、あとなんか渋めのカップもできたし、ちょっとゴールドっぽく、これは私だったらこの大きさだったら日本酒、冷えた日本酒食い飲み的に使っちゃうけど、あとコーヒーカップね、なんかこんなの素敵にできたんじゃないかなと思います。どう？渋すぎる？ねえ、ね、なんか前はいっぱいイラスト、こういう風にイラスト描くのがもう大好きだったけど、最近はこう釉薬で雰囲気を変えて楽しむのが好きかな。ね、これもグイノミ的な。まだ器がチンチンってなってるけど。ね、熱いとこちょっと無理やり出しちゃったから。これは、この、これトカゲさん。ね、ヤモリか、カエルのカップいっぱいできてます、私だったらこれ焼酎の水割りお湯割りかな。いっぱいできましたよ。こんな感じ。ご飯茶碗を結構作ったんですけど、なんか優しく優しい感じにできたんじゃない？これなんてねえ、あ、ほら、なんかこう白いご飯が生えそうな猫ちゃん、これもクミね、猫ちゃん。猫が好きかと言われれば犬が好きですクマ、これクミね、クマちゃん。これはなんか湯飲み、これも湯飲みね。これはなんだろう、なんかわからない、手が動いたら勝手に描いた感じ。まずまずね。こんな風に焼き上がりました。お皿関係は綺麗だし、あと、こういうのはもう帯留めですね。帯留めとかで、こういうのは髪の毛結ぶ時のゴム通すのとか、あと、あら、ダメじゃんこれ。こういうのは、私がお家で使う流れになります。これ大丈夫だ。これでも大丈夫じゃねえな。こっちはお箸置きね。ちょっと今回色黒になったかしら。お箸置き、お皿、まだちょっと釜の温度高いからパチンパチンってね。言ってます。恐竜ちゃんはこんな風に出ちゃう。ちょっと目が潤んじゃったね。目ん玉入れすぎた？なん
ちは雄たけびあげてますよ。あ、いいねいいね。これはなんかマナティーみたいになっちゃったけど、かわいいんだよ。頼りないけどかわいいね。こっちもヨン様みたいのね。ヨン様ちょっと慣れたけどかわいいよ。お皿。これは白い土にここだけ、青白ガラス油をかけて、ここにお料理盛り付けます。これは裏の方見てもこんな風にね、ガラついてるので、なんかイメージはちょっとサラダ入れるとか、ローストビーフとかね、そういうのがいいかも。パンダコウジさんにもらったパンダコウジ、パンダコウジ、パンダコウジだって。